源の頼朝役、大泉洋さんです。お願いいたします。えー、今日は本当にどうもありがとう。あ、えー、あ、ちょっとマイク、少し高いな。あ、あの、三谷幸喜さんの、今日は。あ、向田邦子師匠、大変おめでとうございます。ありがとうございます。 えー、本当にあのそうそうたる皆さんのご挨拶の後のあのに最後を飾るのはということでご紹介いただきました後に会場から笑いが起こったのが大変あの印象的でございましたお前かみたいな空気の中で出てまいりましたけどあの本当に水谷さんにはあのいつもいつも私も先ほどあの B 作さんの挨拶の挨拶の時に私今ちょっと B 作さんとサクさ拶が混ざって挨拶って言ってしまいましたけども。 すみませんちょマ,イマイキー出たしません <laughs> 私がの大学まさにだからもう30年前ですか二十歳の時にあの演劇というものがなんか面白いかどうかも分からずにとりあえず大学のサークルで入ってみたわけですけどその時に見たのがまさに善さんもお出になられてましたし B 作さんがお出になられてました「ショ正ストすぐオンの再演でございました。こんなに面白いものが演劇 の中にあるんだと思ってそれから三谷幸喜さんっていうのがまあ本当にまあ憧れの人になりましたただまあ北海道でただただあの演劇やってただけだしバラエティ番組しかやってなかったし一緒にお仕事できるとも思わなかった方でありましたけど今あの何本もお仕事させてもらえるようになってこんな本当にあの夢のようなあの出来事ではあります。源の頼朝も いいただいただには、まあ、私は本当に不勉強であの本当に鎌倉幕府を作った人ぐらいしか知らなかったものですから三谷さんから今度は頼朝ですって言われた時に「あ,あかっこいい役です, <laughs> すいませんありがとうございます」って言ってであの放送が始まって、まあ、脚本を読むにつけて、まあ、こんなひどいことばっかりする人だというのは知らなかったものですから、まあ、私もあの、まあ、それは小栗君のおかげでもありますけども昨年は全部大泉のせいというのが。 どこに行っててても言われししまいまい私があの今回の「鎌倉殿」で一番印象的だったのは忘れもしない15話で私がまあ佐藤浩市さん演じる上総介を殺した回でございましたあの時にうちの娘が小学校5年生でとにかく鎌倉殿が大好きで毎週楽しみに見ていた娘 に私がその放送が終わった後に仕事から帰ってきたら玄関に駆けつけまして「パパ何やってんだよ」と <laughs> 最初は私もちろん意味が分からなくて「ど,どうした?」ダメだよありゃ」と <laughs> なな「どうしたの?」ズサノスケ殺しちゃダメだよ」としかもさあのノスケさんや殺すのもあれだけどあのあとさ その上総介がさなんか文字の勉強とかさしてさあれは三谷さんひどいよ <laughs> と娘があの私をおもんばかってたのが大変印象深く受賞のお祝いなんですかあそうですかそうですいやあの本当に素晴らしい台本でありましたただ私はあのそれで、まあ、本当に日本中から嫌われる羽目になりましてあのあの山梨にあの日帰り温泉に行った時にもあの ちょっと年配の方でしたけどもあら大泉さん私ねもうあの鎌倉殿みたいなあなた嫌いになっちゃったって言われたこともありました <laughs> そんな時にあの三谷さんは私にあの短いメールをくれましてあの15話が終わってやはりあなたは日本中からの,あの嫌われ者になってしまいましたねでも僕は大好きですとあのメールを頂い,いたのが本当にあの救いでございました私はあの大学の頃からずっと三谷さんの作品を正摩と合音以来見続けて もう王様のレストランも楽しませてもらって古畑も楽しませてもらってもうずっと見てきた20歳ぐらいからはずっと三谷さんの作品で育ってきたし楽しませてもらってきたと思ってますおそらく私のように思っている人があの日本中にいるのではないかと思いますあのもう本当におめでとうという気持ちも込めまして私,は日本の私のような人たちを代表しまして本当に今までたくさんの作品を本当にありがとうございました。もう いいいつ死んでもいいと思います <laughs> それぐらい素晴らしい作品を作り続けてくる今日集まってきた記者の皆さん今の私の最後の言葉だけは書かないでくださいおめでとうございましたま大泉洋さんありがとうございました